タート。おりゃ踏んであげる。で、落ちるって感じですね。おりゃおりゃ、7、8、9。おお、倒した。えい、レゴマリオのクッパ城ですね。ちなみに僕が購入した発売価格っていうのが税別 11,995 円、まあざっくり税込み 13,000 円前後の商品ということになりますね。でパーツ数が1010ピースに対して、はい、あの部品の袋が11あるんですよね。あの1000ピースの商品で部品の袋が11っていうのはレゴ商品ではまず絶対にありえないんですよね。まあつまりどういうことかっていうと、もう組み立て難易度がもうめちゃくちゃ低いっていうことですね。だからあのご新規さんでもそんなに難しくないって感じですね。まあ普通に組み立てれるレベルかなと思いますね。はい、開封していきます、クッパ城。はい、そしてね、先ほども申し上げた通り部品の袋が11で、まあ、説明書はないっていう感じにはなってますね。はい、そしてアプリで説明書を見ることもできるんですけど、あの正直パソコン持ってる方、タブレット持ってる方はあの公式サイトから PDF をダウンロードした方が見やすいかなと思いますね。まあ、僕は PDF で作るタイプですね。はい、PDF が欲しい方は僕のブログからあのリンク飛べるようにしてるので、よかったらブログから商品のタイトル名を押して PDF のページに行ってダウンロードしてみてください。組み立てます。はい、まず1番ですね。1番の袋なんですけど、あの踏んだら生き返る骸骨みたいなキャラクターですね。組み立てます。はい、では組み立てていきます。はい、背中、腹で腕のパーツですね。そして上からベージュのパーツをかぶしてあげて、腹をつけてあげて、まあ、プリントの腹ですね。で両腕、はい、反対側も同様ですね。続いて頭ですね。頭を作っていきましょう。頭、はい、で目プリントですね。で、すいません、これちょっと間違えましたね。で組みやすいように、はい、ブルーのパーツを使ってますね。これは組みやすいように使ってくれてます。でプリントの口に、はい、プリントの鼻でプリントの目ですね。でほっぺたが両サイドにあって、最後に甲羅をつけて完成ですね。ひっくり返して甲羅をつけてあげて完成ですね。続いてアプリと連動させていきましょう。はい、まず説明書を開いてあげましょう。クッパ城ですね。はい、あったのでタップ。でまずこれをね、見てあげないといけませんね。見てあげましょう。で、はい、見て、はい、画面の指示に従って、この骸骨みたいなのを組んであげましょう。すると、はい、アプリの中にクッパ城が出てくるっていう感じですね。おお、完成。じゃあ、残り2番から組み立てていきます。はい、2番の袋。はい、2番の袋になってくると、組み立て難易度がグググググって上がっていきますね。ただ、レゴ商品としては、これでも組み立て難易度一番低い部類ではあるんですけど、やっぱりね、初めて組み立てるっていう方に関しては、ちょっと細かすぎるのかなって思いますよね。とりあえずね、組み立てますね。はい、組み立てていきます。はい、胴体に、続いて顔ですね。顔のプリントをつけて、で、頭。はい、ここね、ファイヤーがつくので、もうトランス系のパーツ、クリアパーツね、オレンジをつけてあげて、これをつけてあげると、次横ですね。横にまた綺麗なパーツを、こう、両サイドにつけてあげるっていう感じですね。はい、こちらも同様ですね。そして最後、後ろにひっくり返して、バーコードをつけてあげて、はい、完成ですね。オレンジのパーツをつけてあげる。そしてフラットパーツですね。綺麗なフラットパーツをつけてあげて、両サイドに、はい、こちらつけてあげる。そしてくるってひっくり返して、最後基礎をつけて完成っていう感じですね。続いて、おりゃ、すっごい勢いで飛んでいきましたね。ちょっともう一度ね、力加減弱めにして、おお、いい感じ。はい、壁を作っていきます。はい、大きなブロック、黒い小さなブロック、そしてフラットパーツをつけていきます。よいしょ。はい、はい、大きな黒いパーツ、はい、グレーのパーツに黒いパーツ、もう壁がね、もうすぐ完成していきそうな感じですね。はい、ここ組み立てるときブロックが崩れないので、しっかりと固定させてあげましょう。はい、薄いパーツをつけてあげて、そしてフラットパーツですね。フラットパーツをつけて最後、はい、またこちらもね、ちょいフラパーツって感じですね。こちらを2つ作ります。このなのでね、もう高速でいきます。はい、もうすぐ完成ですよ。言うてる間に完成。はい、フラットパーツで、次が黒いパーツで、グレーのパーツですね。はい、これがね、ちょっとね、パキンって割りやすそうな感じではありますね。しっかりと固定させてつけていってあげましょう。はい、また土台となるパーツをつけていって、長いフラットパーツですね。そしてもう完成、はい、完成しました。壁が2つできましたね。続いてね、かっこいい造形セットですね。まあ、クッパ城らしい造形セットを今から作っていきます。まもなく完成なんでね、お、黒いパーツ、レゴで黒いパーツっていうのはね、あんまり見ないんでね、ちょいレア感はありますね。はい、もうすぐ完成ですよ。はい、横にこう斜めのパーツ、スロープっていうのかな、ちょっと専門用語わからないけどつけていって、はい、緑、もうクッパをイメージさせる色ですね。そして最後に炎のエフェクトをつける。ただ実際は炎ではない。はい、完成。下の袋がね、ちなみにこういう感じですね。はい、このキャラクターと、はい、壁が2つと、はい、かっこいい造形セットとコースっていう感じです。次ね、3番いきます。よし、開けるぞ。オープン。
はい、続いて鳥ですね。鳥が作っていきます。めっちゃでかい、めちゃんこでかいパーツですね。で、大きな柱をつけていって、グレーの柱をつけてあげて、はい、土台となるパーツですね。はい、こちらもしっかりつけてあげます。そして黒いパーツですね。黒いパーツをつけてあげて、はい、あとね、壁らしきもの、小さい壁ですね。もうこれ壁というのかな、すいません、ちょっとバカなんでね、正式名称わからないんですけど、はい、これをつけてあげて、はい、1階の1つ目の砦は完成で、同じものが2つっていう感じですね。続いて、もう1つの砦を作っていきます。はい、もう間もなく完成ですね。はい、このパーツをね、3つですね。これ同じものを3つっていう感じですね。まずこれが1つ目。で、2つ目、3つ目はもうすでに作ってあります。はい、つけてあります。そして、はい、グレーのパーツですね。そして、はい、基礎をつけてあげる。そして緑のかっこいいパーツ、これ4つですね。はい、1つ目、2つ目、3つ目、4つ目で最後とんがり棒をつけてあげて旗ですね。これはポロポロ取りやすいので注意が必要かなというふうに思いますね。はい、砦の2階完成です。ちなみにこちらは、はい、こちらも同じように同様パーツあるという感じですね。そしてね、レゴ社長はね、はい、こちらちょっとねパーツね付け忘れてましたね。はい、ここもしっかりねつけてあげて完成ですね。そしてこの要塞なんですけど、差がねかなりある商品になってますね。こういう感じで連結させて遊ぶことができるみたいです。高さは結構あって、ミニフィグとサイズ比較するとこんな感じですね。続いて次の袋ですね。まあ、そしてこのマリオの商品なんですけど、マリオが好きで見てるって方ももちろんいるとは思うんですけど、レゴが好きで見てる方もいるんで、まあ、レゴが好きな方向けに話をすると、あのね、組み立てるのね、めちゃくちゃ簡単ですね。あのもう本当に4プラスっていう感じですね。黒い小さなパーツに青いパーツで、あの基礎らしきものですね。はい、黒いパーツをつけてあげて、はい、大きな扉パーツですね。まあ、こちら普通の扉パーツになってますね。はい、グレーのパーツ、まあ、これ普通ですね。普通のパーツ中を通してあげて、あと小さいパーツを4つつけていくっていう感じですね。1つ、2つ、3つ、4つ、はい、最後ですね。はい、大きなパーツ、穴開けパーツ、かっこいいパーツですね。はい、こちらも同様ですね。ミラーなので同じパーツをつけてあげて、はい、柱ですね、扉パーツで、黒いフラットパーツをつけてあげる。そして基礎系のパーツをしっかりとつけてあげて、茶色いパーツ、フラットパーツ、綺麗ですよね。どうでしょう。そしてね、レゴ社長が最も嫌いなパーツも細かいパーツですね。小さすぎる、小さくて黒だから見えにくい。これおじさんの目には結構ねきついんですよ。これで黒いパーツをつけてあげて、はい、柱をですね別アングルで組み立てます。黒い板を通してあげて、はい、茶色い基礎を両方につけてあげる。そしてこれをつけてあげて完成ですね。楽しみで、忘れてはいけないのが、はい、こちら、さっき忘れちゃいましたからね、しっかりと忘れずにつけましょう。完成です。そしてレゴ社長、はい、こちらとこちらのパーツね、間違えていましたね。ただね、間違えてもねほとんど問題ないんですけど、一応ね戻しときましょう。はい、そして遊んでいきます。はい、こいつを置いてマリオですね。はい、続き組み立てます。5番の袋、もうこれ半分くらいですね。あの部品がやっぱり大きいと楽ですね。楽しい、気持ちいい。はい、5番の袋、ちなみにこの5番の袋になってくると急に難しくなっていきますね。テクニック系のパーツとかも使うのでちょっと気をつけてないといけませんね。慎重に組み立てます。細かいですね、これ難しい。ただこれはまだジャラプレッチ、青とオレンジ。そして続いてテクニックパーツですね。はい、ギアを持ってきて、黄色いパーツに、はい、棒をぶっ刺して、はい、またこちらぶっ刺してあげての、はい、こちらですね。はい、つけてあげて、また細かいパーツに行きます。はい、サイド側にグレーのパーツをつけて、はい、4つ小さいパーツをつけていってあげましょう。はい、これで2つ目で、はい、3つ目、4つ目です。そして、はい、こちらですね、こちら。はい、この丸っこいパーツ。これがね、また細かいんですよね。急にね、組み立て難易度が上がっていくっていう感じですね。これね、初心者の方には難しいかもしれない。はい、またこっちもテクニック系のパーツですね。これ細かいな。よし、できた。で、グレーのパーツをつけていってあげて、はい、またちょっと細かいパーツが出てきましたよ。はい、白いパーツ、まあ、これね、黄色い棒2本ぶっ刺してあげて、はい、入れてあげる。で、反対側も、はい、白いパーツをつけてあげて、はい、青いピンパーツを2本つけてあげて、土台につけてあげるっていう感じですね。合体。うわ、これけどすごそうなギミックですよね。これは絶対すごいギミック。で、柱のパーツをね、2本つけて、はい、またね、細かいパーツ出てきました。黄色いパーツにピンをぶっ刺して、はい、ここにね、刺してあげる。これはね、そんなに対して難しくはないっていうパーツですね。ただ、この次のパーツね、はい、ギア、これまた細かくなってきましたね。棒をぶっ刺して、赤いピンパーツをつけて、ギアパーツをつけて、つけてあげる。うわ、すごそうだな、このギミック。そして、先ほどのこのギアパーツですね、これでギアと連動して回るっていう感じですね。回ってるの分かりますかね。すごそう。ちょっとね、複雑になってきましたね。ただね、やっぱり楽しいですね、難しい方が。簡単だとね、ちょっとやりがいがね、薄れるっていう感じなので、ひっくり返して黒いパーツをつけて、はい、ちょっとまた特殊パーツ出てきましたね。オレンジのパーツ、これ本体に合体。はい、次ね、上部ね、上部に部品をつけていくっていう感じですね。ちょっと難しくなってきたかな。どうだろう。レゴ社長は余裕だよ。はい、フラットパーツで仕上げていく。おしゃれに仕上がっていきますね。で、黒いパーツ。続いてベージュのパーツが2つですね。ベージュのパーツが2つ。はい、1つ目と2つ目。はい、ちょっとね、部品小分けにして作っていきます。まず1つ目がこちらで、2つ目がこちら。はい、しっかりとね、この黒い小さいパーツの忘れずにつけていって。で、あと最後こちらですね。はい、1つ目。2つ目。はい、そして円形パーツが完成。そしてこちらをつけていきます。
反対側にバーコードですね。そして先ほど組み立てた円形パーツをつけて終わり。ただこれで終わりではなくて、しっかりと忘れずにここもね、つけていってあげます。これでおおむね完成ですね。はい、続いてこちらのパーツですね。おそらくテレサ系のギミックかなというふうに思いますね。果たして何のギミックなのか、これはけど楽しみですね。はい、R パーツをつけてあげて、はい、棒をぶっ刺して完成ですね。はい、まだ完成じゃありません。続いてテレサに参ります。テレサを作っていきます。レゴ社長はね、あの編集技術、撮影技術がないのでね、白飛びするっていうのをね、防ぐことができないので、はい、後ろにグレーの基礎板を引いてます。申し訳ございません。ちょっと急に見にくくなりましたよね。はい、そして続いてテレサですね。テレサの、はい、プリントの口で、プリントの目、そして頭、これで完成ですね。あと上にバーコードを貼っていくっていう感じですね。どうでしょう、完成です。テレサ、なるほど、完成したテレサを、はい、こっちにはめ込んで完成です。そしてハテナブロックでスターを取るとテレサを踏むことができるんですけど、現状の遊び方としては、はい、マリオンのして、まあ、くるくる回してコインを集めるという感じですね。もう一度、かなりバランス感覚が難しい。どうだ、いけるか。けどコインは溜まってる、ずれてきてる、落ちる落ちる落ちる、うー。はい、続いて11番ですね。はい、こちらの動画はパート1になります。パート2ももちろん作るので、今回はパート1とさせていただきます。最後の11番のフルクッパですね。めちゃめちゃ細かいですね。組み立て難易度がね、グググググって大幅に上がってきましたね。これレゴ社長が嫌いなパターンですね。細かすぎる、年寄りには難しい、おじちゃんには難しい。組み立てていきます。急に組み立て難易度が難しくなって細かくなりましたね。ちょっとこれは大変かな。よし、けど楽しい。で、 R パーツをね、4つつけていきます。はい、左側も同様ですね。そして足に三角パーツですね。これも見栄えが非常にいいパーツになってますね。そして爪、白い爪、やばそうですね、この爪は。そして胴体、はい、ベージュ、組みやすいように色を変えてくれてますね。クッパがね、出来上がってきましたね。はい、ちょっとね、若干プチッと特殊パーツですね。そして、はい、逆スロープパーツ来ましたよ。細かすぎるパーツ、そして黒いパーツ、よいしょ。はい、そしてね、腕を連結させるためのパーツですね。腕パーツ、そして、はい、これね、背中のギミックというか、背中をつけるためのちょっと変わったプチパーツっていう感じですね。お、腕はね、ボールジョイントですね。これはすごいですね。マリオ製品としては珍しい。普通のレゴ製品だと普通によくある感じなので、レゴ商品としてはあまり珍しくないんですけど、マリオ商品としては珍しい。で、腹、ひっくり返して背中ですね。背中にこのヤバそうなパーツをつけて、はい、また同じですね。こちらもつけてあげる。そしてこうですね。あ、クッパがね、出来上がってきましたね。これはすごい。はい、また細かいパーツが出てきて、フラットパーツで最後ここを締めてあげて、はい、尻尾をつけてあげて、土台は完成って感じでしょうか。で、続いてね、これはね、コーラですね。もう色がね、コーラっていう感じなんで、レゴ製品ってのはね、緑のパーツあんまり使わないようにしてるんですよね。ただやっぱりクッパを再現するってなると、やっぱり緑のパーツ必要になってきますよね。はい、徐々に確実にゆっくりではあるんですけど、出来上がってきてますね。はい、緑のパーツ。ちなみになんですけど、緑はね、戦争を沸騰させるカラーリングだから、あまり使わないようにしてるみたいですね。まあ、しっかり考えられてますね。そしてね、一体どこを作ってるのか分からなかったんですけど、僕てっきりコーラかなと思ってたら、もう分かってきますよ。はい、次ですね、次、プリントパーツ。じゃじゃじゃん、はい。ね、目があるので、まあ、顔ってことですよね。お、角ができてきましたね。もう一丁。頭。お、クッパの原型ができてきましたね。かっこいい。そして、鼻ですね、次、鼻。はい、これ何でしょう、牙ですよ、牙。つまり牙っていうことは、はい、歯ってことですね。はい、クッパがね、完成しつつありますね。恐ろしい。そしてね、この顔周りもね、しっかりとよく再現されてますね。細かい、細かすぎる。これね、ほんと細かいパーツね、おじさんには難しいですね。20代の方なら結構余裕なのかもしれませんけど、やっぱ40超えてくるとね、はい、この細かいパーツは苦手。はい、プリント、鼻のプリント、はい、ここにね、クッパの体をつけて、じゃ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 ん。はい、ね、一体これ何を作ってるのかなって思いますよね。実はこれ腕ですね、腕。両腕があるので片腕をまず作っております。はい、そしてひっくり返して白いパーツをしっかりつけて、そして表はフラットパーツでしっかり仕上げてあげて、指もつけてあげる。はい、もう腕がね、これで完成ですね。はい、腕、そしてボールジョイントのパーツ、これでもう腕が完成。そして両腕っていうことなので、腕が2本っていうことになりますね。やばい、これボールジョイントで動くってまあすごいですね。クオリティは高い。はい、最後はコーラ。このコーラはね、めちゃくちゃでかいですね。すっごいでかい。まあ作ってる方ならわかると思うんですけど、とにかくでかすぎる。もうすぐ完成ですよ。はい、サイドにつけていって、はい、バーコードつけましょうか。はい、そして、はい、緑のパーツ、ほら、原型ができてきましたよね。はい、キバで、もう一つ、はい、キバですね、キバ。はい、まもなく完成するクッパのコーラ、かっこいい、かっこよすぎる。お、これは再現度高いですね。はい、つけていきますよ。ごっついっすよね。よし、お、ついた、よし。はい、ドゥ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 、クッパの完成です。わー、はい、こちらパート1の動画になって、部品の袋は11個ありましたけど、1番から5番と11番、合計6袋だけ作りました。はい、こんな感じですね。まあ、ちょうど半分ちょいぐらいのボリュームっていうことになりますね。ちょっと見ていきましょう。はい、まず こちらの要塞風の建物から、はい、敵を乗せてあげて、あとはマリオで踏んであげる、で落ちるって感じですね。
はい、続いてこちらなんですけど、結構ね勢いよくね、跳ね上がるんですよね。だから力加減が難しい。どうでしょう、結構勢いがあって楽しい、気持ちいい。はい、あとはね造形セットですね。砦がね全部で4つっていう感じですね。この砦は、まあ、この砦だけではないんですけど、ドッキングねこういう感じでしてくれるっていう感じですね。これは楽しいですよね。そして旗はねポロポロ取りやすいのでなくさないようにしましょう。はい、そしてねあとは造形セット、壁もありますね。壁だけじゃないですね。はい、こちらもあります。これをつなげてコースができるみたいですね。そしてはい、ちょっと面白いセットがありますね。はい、こちらはマリオをこう乗せてあげて回転して、はい、コインを貯める。もう一度やり直しましょう。回転と同時にテレサも動きます。そしてね結構打ちやすいような感じになっていて、まあ簡単ではないですね。だからね達成感はあるっていう感じですよね。ハテナブロックでスターを取るとテレサを踏むことができるっていう感じですね。はい、ちなみになんですけど、レゴではよくあるギミックではあるんですけど、その中でもやっぱり使ってるギアのパーツはかなり多めになっていて、ギミックとしては結構複雑な方の部類にはなりますね。まあ、マリオ製品としてもレゴ製品としても結構複雑な部類ですね。これだけギアが使われているので、まあ、結構力が入った商品という感じになりますね。すごいギミックかなというふうに思いますね。楽しい。はい、クッパですね。うわね、こちらのクッパに関してはね、数あるレゴ商品の中でもクオリティはねめちゃくちゃ高いですね。他のレゴ商品と比較しても、ここまでキャラクターの再現度が高い商品っていうのはまああんまりないですね。まあ、だからこの商品かなりすごいっていうことになりますね。もう再現度はめちゃくちゃ高いですね。はい、まあ、マリオだからっていう感じではなくて、まあ、レゴ商品全部含めてもトップクラスの再現度はあるっていう感じですね。まあ、よくできてますよね。で腕もねボールジョイントでしっかりねこれ動くんですよね。まあこれはすごいですね。あと甲羅ですね、甲羅。まあこれもよくできてますよね。あとね踏んだら死ぬっていう感じですね。もう何回踏まないといけないんだよって感じですよね。はい、全部で10回踏まないといけないみたいですね。まあやりがいがあって楽しい。そして最後にコースを組み立ててパート1を終了させていただきます。こちらパート2ももちろんご用意しますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。パート2では、はい、クッパ城の要塞すごいギミックがあるのでそちらを組み立てていきます。とりあえずコースを作ります。そして、はい、こちらの商品には付属しないんですけど、はい、スタートとゴール、これがないと遊べないのでこちらだけ使わせていただきます。こちらは付属するものではないのでご注意くださいね。はい、ちなみになんですけど、半分ぐらいの袋なんですけど、すっごいボリュームがありますよね。まあすごいセットですね。では早速ちょっと遊んでいきましょう。スタート。あっちあっちあっち。そしてこちらを倒す。あ、間違えた、こっちだった。はい、壁を越えて、はい、こっち、こいつですね。そしてコインをね集める。落ちないように頑張れ、くるくる回る、頑張れ。これは、あ、落ちた。あっち。はい、そして対決クッパ。おれや、おれや。7、8、9。おお、倒した、やった。そして最後ゴールして完成。ゴール。いかがだったでしょうか。こちら一応1000ピース超えてて、お値段もやっぱりね1万3000円するっていう、まあある意味高級商品みたいなようなものでした。まあ値段に見合うだけの内容だったかなっていうふうには思います。そしてこちらパート1になるのでパート2もご用意させていただきます。パート2ではクッパ城を全て完成させて遊んでいきたいなと思います。皆さんの意見や感想もよかったらいろいろ教えてね。バイバイ、ありがとう。はい、最後までご覧いただきありがとうございます。この動画では全てのレゴマリオの動画、そして全ての忍者号、そしてほとんどのスターウォーズの動画を投稿しています。もし気に入ったらチャンネル登録と高評価お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。